どき矢田城的なんだから、どうくのじゃー。すごいピクリともしない、なんとも勇敢な男なんでございましょうか。ということで、早速やってまいりましょう。音声を変更していきます。サンチョじゃないですよ、ポンチョですよ。というか、誰がジュラシックパークの時に着るやつやということで、はい、ショートカットをやってまいりましょう。ということで、今回もやっていきます、ツアーガイドなんですけれども、今回ツアーガイドする場もなく、皆さん絶叫系って好きでございますか。はい、ちょか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 登っていく、あの時の恐怖スリル感がたまらないでございますね。キャー、スルということなんですけれども、私ですね、これね、非常に苦手なんでございますね。はい。私、プロフェッショナルでこれをやったときですね、おそらく30回は死んだであろうということでございますんで、はい。今回もですね、ノーマルの時はですね、初めてやって、一発でクリアすることができたっていうことだったんでございますけれども、残念ながらですね、はい、私、今回も何回か死んでしまうではなかろうかという恐怖心を覚えているでございます。はい。ということで、パッコン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 。はい、これガチャガチャでぶつかるぞーって言ってるのに、もうぶつかるぞーって言ってる間にはもうですね、もう別の道を進んでいるということでございましたので、はい、チャッポン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 、はい、揺れに揺れての、積極的に倒させないということでございますね、はい、ダーデーン、で、こっちも、こっちからも来るので、ダーデーン、ダーデーン、ダーデーン、一発目の、二発目の、三発目の、四発目。こっちから来る、撃たせない、すごい積極的に当たりますね、そんな積極的なあなたには、一発をプレゼントします。あー、やっぱアシストって優しいっすね。なんかもう、銃をこう積極的に当てさせてくれるっていうこう優しさがあるんでね、皆さんもね、まずトロッコでどんなことがあるのっていうのに慣れてみたいなっていう方はですね、はい、左カーブ、ぜひね、アシステッドからやってみていただくのがいいのかもしれないですね。ダーってまずい、倒れる、倒れさせないよ、あなたが守るからーって、私が守るからーってことで、はーい、じゃあ線量がないけど進んでいくよ、ズン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 進んでいきますってことで、パコン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 。で、こっちも来る、パコン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 。ありがとうございます。で、目の前に積極的なドカーン、トロッコは壊すもの、あなたを守るからってことで、こっちからもドーン、一発、二発、足が砕け散る。てか、こっちから積極的には来ないですね。こっち来てるね、積極的だね、積極的ね、壁に当たってる、壁に当たって、柱に当たって、もう一体来るんだっけ、もう一体来るんだっけ、後ろから前から、後ろから前から、前から後ろから、こっちから来るよね、デーン、デーン、デーン。3発目はとてもいらなかった。チキンということで、こっちくる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 と回ってまいりましょうか。はい。ということで、こちらですね、行動を進んでいっている最中なんですけれども、まあ、この行動が一体何を指しているのかっていうのは、最終ですね、答え合わせっていうのは、このパートの後ろの方で見つかるというところでございますので、ぜひね、最後までね、積極的にご覧いただけたらなというふうには思うんですけれども、まあ、皆さん、インディ・ジョーズってね、魔境の伝説なんか見たことあるかと思うんですけれども、その他にもですね、やっぱグーニーズなんかっていうのをトロッコですね、あったりとかしてますね。はい。トロッコに関する、まあ、ゲームとかね、映画とかってたくさんあるんですけど、やっぱトロッコで、積極的なゲームっていうのは、やっぱ代表作といえば、あれですね、こっち進んでいくことができないということで、歩いて帰りたいよ、スタンドバイミーがやりたいんだもん、ドゥドゥドゥン、ツッドゥン、ツッドゥドゥン、ツッドゥン。なんか、あい、イエス、チューって言ってる彼らがいるんですけれども、まあそんな、アイエスター。アイ、腕は打ち落とすもの。はい。ということでね、まあトロッコのね、代表的なゲームといえば、やっぱりドンキーコングですよね。はい、バイバイバイ、積極的、積極的に、はい、積極的に爆発させていくのが私のスタイルでございます。はい。で、タタ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 。やっぱりね、ドンキーコングに勝るね、トロッコゲームっていうのは他にないかもしれないですけどね、あんな鬼畜なトロッコがね、本当にトロッコをね、抱えたまま飛ぶことができるのかっていうことをね、ぜひね、どっかの検証番組にやっていただきたいななんて思うんですけどね、もうそんなことできたらね、もうトロッコいらないじゃんっていう感じになるかもしれない。トロッコはいるか、やっぱり早く進んでいくのにトロッコって必要なのかなとかって思ったりしますからね、くるっと振り返って。ということで、サンチョパンサーにね、前進んでいただきましょうか。はい。ということで、俺はポンチョでございます。はい。ポンチョはやっぱりね、水浸しになるアトラクションでね、水に濡れないようにできる。ね、もうカッパみたいなものでございますね。カッパなのかな、カッパ、カッパポンチョなんで、カッパは日本語でポンチョは何語っていうところなんですけども。ということで、降りていきます。積極的に左に行きましょう。ルンルルン。で、右に行きましょう。ドゥンドゥン。ドゥン、ドゥン、チッ、ドゥン、ドゥン、チッ。ドゥン、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 チッ、チッ、ドゥン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 、チッ、チッ。なんか音が聞こえてくるよ、ぴょーんっていうことなんですけれども、はい。で、こっちの方からチューンと打ってきてるやつがいるんで、はい、はい、まずは縛いていきましょう。で、奥の方でですね、はい、なんか積極的にチューンってやってるやつがいるんですけれども、そんな彼らは無視しておきましょう。あれ、当たったない。当たった。やばい、あと一発しかない。あと一発しかないのに目の前からダイナマイト男がダイナマイトしてるよ。やばい、外した。やっぱダイナマイトは盛大にやっていかないといけないですね。
カチャコン、あー楽しくなってきたけどお前何もしてねえじゃねえか、あやばい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 、やっちまったしまった、あー残念でした、またやり直しですね。あのどうやらですね、あのクリアポイントを手に入れていくやつの中にですね、あれを倒せたらよかったですけど、倒せないですね、倒せない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 、あー惜しい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 、2回だけやったことがあるんですけどね、残念ながら今回当てることができませんでしたね。はい、まあ、あのどうやらですね、あのクリアポイントを手に入れるのってのはトロッコにダメージを与えないっていうことがあるんですけど、とてつもないボンミスをしてしまったがゆえにですね、今のは残念ながら、私はクリアポイントを手に入れることができませんでしたということでございます。はい、どうやらですね、彼に関しては攻撃してくる瞬間だけにこうやって攻撃を当てれば OK みたいな、そんなノリらしいですね。はい、ということでなんかこっちの方をね、なんか見つめてきているね、不届き者がいますんで、はい、積極的に殺していきましょう。まあ、殺すのとそんな物騒な言葉を使っちゃダメよということなんですけども、まあなんかあのこれで、ね、どうやら彼を破壊することもできるみたいですし、まあ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 、そんなことね。はい、ということで降りていきましょう。さよならバイバイということで、はい、でん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 、あれあれ当たんない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 、全然当たんない、やばいやばい、このままだったら撃たれて撃たれて当たっちまう、あーということでチュン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 で、これがねプロフェッショナルの時すごく難しいですよ。出会い頭にね、出会い頭に撃っていくっていうものがありましたんでね、あれ全然、あれ目と目が合う瞬間好きだと気づいたってだけ、あ、なんだ、目で告白されただけで終わりましたね。で、これ倒れそうだ、手を貸せって手をめちゃめちゃ貸してますよ。はい、手を貸しすぎてやばいよっていうことなんですけれども、はい、これで一旦ですね、無事になんとか終わることが、あーしまった、あの板に当たったの超痛かったっすね、板だけに痛いってことですね。あーやられたな。ちなみにこれ車体を倒せなかったら一体どうなるのかっていうのがすごく気になるところではあるんですけれどもね、一体どうなるんですかね。はぁ、虫を掘り出した跡があるぴょーんっていうことなんですけれども、まあ虫なのかキノコなのかわからないですね。おーなんかなんだ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 、なんか積極的にブル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 振れたら、影分身の術ってね、高難易度 A ランクの技をですね、急に発動し始めたということで、2人は実は、ナルトだったということでございますね。はい、ということで、わー落ちるー、あなたがチキだからーということで、あ、もうこれで終わったわーなんですけれども、まあ、そんなことで終わらせないのがやっぱりレオンなんでございますね。このピョーンってんでね、なんかね、ちょっと、漫画チックなね、タララ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 ラ、落ちると思ったかーということなんだけど、おーということで、ロイス、助けてくれってことで、わかりましたよ。あなたの仰せのままに助けて死んぜようということで、チュイン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 。まあ、ね、突発的に動くことができないね、やつ、ことでございましたらね、残念ながらね、あなたはですね、もう生きる資格がありませんよっていうね、もう残念な感じになってましたので。ということで、なんか、いろいろね、これね、ドーンとありますんで、まあ、とりあえず、先になんか、いろいろあるのかなということで、適当にですね、現れてくる前にこちらから積極的に仕掛けちゃいましょうということでございます。なんか多分ね、どっかからね、虫がね、ボカ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 ーンって出てくるということでございますね。で、このチャプターパートに関してはですね、あ、なんかあれですね、あ、巣を破壊しやがってこの野郎って怒ってる方がいらっしゃるみたいですんで、はい。まあ、こっちに関してはですね、もう先にね、戦闘打ってね、とりあえず虫はね、とりあえず破壊しておかないと、だから一個気になるんですよね、誰だっけ、サドラーをね、ぶちのめすことによって、まあ、司令塔がいなくなったから、まあ、監督がいなくなったっていうことなんですけれども、まあ、選手だけでも動くことができるのが、やっぱり立派なチームっていうところがあるかと思いますので、その選手だけでね、動くってなった時にですね、果たしてですね、ここにいる虫たちはですね、勝手に自分たちで、繁殖していって、まあ、世界にね、全世界に広がっていくなんてことはね、可能性としてなくはないのかな、なんて思ったりもするんですけど、そこら辺一体どう思われますかね。はい。ここのね、虫たちがね、倒れていない、弾けましたね。弾け飛ぶんだね。うん。まあ、あ、いるね。次。すげえ。ひゅーま、あれ、どこから、じゅく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 って。あ、後ろいたね。はいはいはい。キリがないでございます。ポーン。そう。だから、これらを破壊し尽くせてない状態でですね、まあ、島を去っていったっていうのは、まあ、後処理に関してはやっぱりもう政府が動くのか、それとも軍が動くのかっていうところなんですけどね。まあ、皆さん、その後の処理は一体どうなったのかっていうことをぜひね、こうなったんだよってことをね、ご存知の方教えていただけたら、あるいは、こうしたら、うまく対処できるんじゃなかろうもっていうことでね、教えていただけたら幸いでございます。私、ちょっとそこら辺まではね、ツアーガイドの身ですから、やっぱり
ね、国が関わったりとかね、軍が関わったりっていうところまでね、依頼をしたり、手を出したりなんてことは、鋼鉄も、到底では、私の給料や権限なんかではすることができませんので、はい。そこら辺ですね、ぜひね、積極的に皆さんの方から解決に向けて動き出していただけたら幸いだかなというふうにございます。はい。はい、はい、はい。で、こちらの方進んでいくとですね、なんか虫の方がね、ムニ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 ってね、あれだけ打ってるのにね、これね、よくわかんないセリフがね、急にね、そうなんですよ。急にね、あれだけ虫をね、ブチ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 ね、積極的に戦ってたくせにね、なんか急に虫苦手なんすよね、僕チーンって言い始めてるんで、そんなこと言ってる暇があったら、さっさと虫のことをね、もう積極的にね、駆逐してってあげていいんじゃないですかなって。ああ、でも駆逐するのはあれか、やっぱり虫じゃなくて、巨人の方ですかね。ああ、もうなんか積極的だね、皆さんね、積極的にダダ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 ダってくるんで、はい。違う、ここで、必要を拾わなきゃいけないようなアイテムっていうのは特に、こっちの方にトレジャーが、あれこれトレジャーと、もしかしたら私、取り忘れてるトレジャーでございますかね。だったとしたらもう大変なことになってしまうんですけれども、もうなんかいろいろやり直さなきゃいけないトレジャーがたくさんあるトレジャーなんだけどね、そんなことはもう気にしてられないので、こちらの方でバババババ、あれあった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 。ててんててんてんで3分、4分の3で、あと2つ。じゃああと1つ。あと1つはどこだ？あと一つ適当に打ってたらなんか数が合わないか、そんなこともないようですんで、とりあえずじゃあまあこっち進んでいきましょうか。拾えるアイテムを拾ってちょっとでも小銭稼いでいこうというところでございます。で、こちらの方に進んでいくとですね、何かが眠っているかと思ったら樽、仕方ない、ワインを開けよう、カポーン。で、こっちの方に進んでいきましょう。で、こっちの方でなんかね、おねんねしてる奴らがいますんで、そんなことをね、させませんよって、いますよ。めちゃめちゃ可愛く感じちゃったってことで、こっちの方でなんか寝てるよ、たたん、はい、プレゼント for youこれ、お蹴りします。さあ、なんとかパンチョ、サンチョパンサーもですね、一緒に、まあ、冒険をしてきてね、ツアイガードをね、長らく積極的にやっていただいてたんでございますが、残念ながらですね、もうそろそろ退場のお時間が近づいてきているということでございますので、皆さんですね、積極的に彼とのね、結果イチャイチャの肉棒のぶつけ合いなんかっていうのも、やっていただけたらいいんじゃないかなというふうに思います。ということで、なんかもう、いろいろと迫ってきてるんですよ。やばいですよ。なんか締め切りが迫ってきてるんでね、ということで、あれ、これ、チラッと見てるもん。あれチラッと見て、チラッと見て、チラッと見て、あれ虫？虫全部しばいた？あれ虫？あれ穴という穴あったね。穴という穴を、はい、はい。しこたましこしこしこしときました。ということで任務完了ということでございますね。あ、違う違う。進んでいきたいんですけど、進ませないというのが、まあ、こういうね、上等手段でございます。みんなこっちの方じゃない。いろいろやっつけたのか、どうりで誇らしげな顔だな。まあ、いろいろやっつけたんですけどね、とりあえずね、次にね、また積極的にやっつけなきゃいけない奴がいるのでね、そいつをやっつけたらもっと誇らしげな顔が僕もできるんじゃないかと。ダイナマイトが割れるよということで、ダイナマイト打っていきましょう。でも、ボスに向かって投げることなんかもできたら面白いんですけどね、はい。で、なぜかね、まあまあそういうことですわ。ちすいませんね、私もまだまだ新参者でございますんで、もっと頑張って精一杯生きていくと思いますんで、ぜひですね、応援の本当よろしくお願いします。 Thank you でございますね、はい。で、まあ、このくらい体力が減ってらっしゃるということですね。鎖蛇でもそれはね、うまい蛇のお肉ってやっぱなんか鶏肉みたいな味がするんですね。うまいわー、ガチャン。いくだけなんか卵がなんか無駄に横向いちゃったんですけども、そんなことはきっと気のせいでしょう。さあ、こっち向けていきましょう。はい。で、赤い方をね、ブイブイ進んでいくとですね、無事にね、上を進むことができるということでございますね。サンチョパンサー。はい。ということで、ということで、こちら進んで今行きましょう。ということで、はい、ツアーガイドさんですね、積極的に本当に参加いただきました。どうもありがとうございます。ぜひね、このジャケットだけは脱いでですね、私の方にお渡しをしていただいて、見事無事退場いただけたらなというふうに思いますので、よろしくお願いします。なぜこういうのは久しぶりだということで、久しぶりだということはですね、やっぱり以前にね、やったことがあったんじゃないかということなんですけれども、はい、まあ、そんなことでね、やっていくということでございますね、はい。命をかけるということで、命をかけてやっているんですけれどもね、まあ、命をかけるということがいかに大変なことかということで、ね、私もまだまだやっぱり筋トレをしながら命の危機を何度か感じたことあるんですけど、命をかけていろいろ仕事をやったりとかね、積極的に生きていくなんてことをやったりとかね、したことがないんでね、まあ、そんなこともしてるんですけど、このイベントを飛ばすことができるっていうことなので、ね、過去がチャラにならないで犠牲者を増やしたくないということでね、まあ、その心持ちっていうのは非常に大事なことなんでね、ぜひね、今世ではなかなかそれを叶えることっていうのはできなかったみたいなようですから、大事ですね。ぜひやっててください。ということで、クラウザーが一緒のところに積極的に、先に、ね、こちらからの攻撃を仕掛けておきましょうということでございますね。はい。あれなんか爆発した音が聞こえない。残念なことですね。はい、ゴートゥヘルですね。はい。残念ながら、バック、ヘルザバックじゃないなって言ったらいいんだけど、まあ、ウェルカムバックということで、
地獄から戻ってきたっていうことだったんですけど、残念ながらまたあの地獄に戻っていかなきゃいけないということでございますので、そこら辺はね、あの残念ながらあの気をつけてくださいということでございます。はい。ということで、さようなら、三角、また来てしかんし。いやー、いかにも重そうですね。なんかあの、100キロあるクリスよりも重そうな、120キロくらいありそうなあれでございますね。音がもう重々しかったですもんね。はい。どういうことだって、どういうことかと言われたら、どういうことかと聞かれたら、アンバーでございますね。はい、アンバーを、まあ、あれ？そういえば、アンバーは？なるほど。アンバーは、だから、この後、サドラーの手に渡って、サドラーをぶちのめしたことによって、サドラーから、レオン、レオンから、まあ、あの、エイダの元に渡されるということですね。まあ、でも、あの、今の進み方ですね、あの、あれですね、なんだっけな、古代戦法じゃなくて、あの、沖縄の古武術ですね。あ、古武術だって、古武術戦法ということですね。あの、いわゆるすり足と呼ばれるもので、あの、右足と右手を同時に、普通歩くときって、あの、クロスするじゃないですか。まあ、クロスするんですけども、そんなことがないように、あの、右足と右、あの、左足、右足と右足、え、右足と右足、もう生えてるの右足と右手を一緒に出して、左足を一緒に出してということで、まあ、同時に進ませていくことによって好きなく進むことができるということでございます。はい、まあ、それをあの覚えたことによって俺のこと呼んだかっていうですね。はい。で、これ多分カット取り直してますね。今さ、あの皆さん、あの振り向き方に今違和感があったのは分かりますか？ということで、積極的にこっちから向かってってやるよ。おら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 。あれ、あ、ちょ、待って、待って。あれ、あ、ナイフ使うの久々すぎて。あ、もう、ノーガード戦法。遅い。ああ、ノーガード戦法だ。お前がそうやって来るんだろ。ああ、痛い。何も学んでこないから、あの、ガードせずに、あの、ちょっと猛進でこっちが進んでいくってことで、結構、どうだ、痛いだろ。おら、終わった。早いな、調査。お前の命はそれで終わりなのか？やばい、このままじゃ、俺が刺されちまう。助けて、ルイス・エボーン！どこでも、レッドライン！っていうことでございますね。でもこうやって喋ってる間にどんどんあのルイスちゃん撃ってくれたらありがたいんですけど、ね、いつの間にゆっくり降りてきてたんだってことですので、まあでもあのこれで分かったのはクラーザー少佐もですね、いかにあのくすぐらず共感であったとしてもですね、はい、あの積極的に目の前の敵と戦っているとですね、後ろから誰が迫ってきているのかっていうのか分からないので、で銃をね、あの簡単に撃たせてしまうという、まあ実は甘いところがあったということも分かったので、まああの私はですね、シカゴスイーパーを遠慮なくぶちのめしていくっていうところからやっていこうかなと思います。世界中のレディッチが悲しむっていうセリフはあのカルドと同じだっていうことなんで、そこら辺はですね、バイオ RE3 をですね、ぜひご覧いただけたらなというふうに思います。はい、緊急室の鍵でね、あの、緊急室の鍵で、あの、アシリちゃんともう、エロいこといっぱいしようかなと思ってますんで、楽しみください。あの、エロいことで、キャーってのも絶叫させるくらいのね、あの、もう、穴と穴にね、もう積極的なね、肉もぶち込んでいくっていうことになることは思ってますね。感動的なシーンでも、ほんと、下世話なことしか言えないという、もう最悪のツアーガーでございますが、まあ、そんな彼にもですね、19年ぶりのタバコをね、吸わせてあげようということで、やっぱりあの人間っていうのはですね、あの最後体の中に入っているものを全部吐き出すっていうことがすごく大事ですので、まあこういった愚痴も含めてですね、最後空気をふーって吹くんですけれども、うん、まあお水もね、あの耳やらあの口からね出てくるということでございますんでね、まあ期待で見られた方もじゃあそういうこともあるんだなということで、ご認識いただけたらと思います。お疲れ様でございました。はい。ということでね、ツアーガイドさんがですね、ちょっとあの、過労によって倒れてしまったということでございますんで、お一人退場ということでございます。ということでね、あの、今回のガイドに関しては以上とさせていただきたいと思いますんで、ぜひね、次回パートをお楽しみいただけたら幸いでございます。ということで、また次回パートでお会いいたしましょう。チャンネル登録ボタンもよろしく。ではまた。